はい。じゃあ、熟語の組み立て。まず、振り仮名じゃなくて、送り仮名をこうやって、攻めると、守るね。攻めると、守る。こうやってやると、ちょっとわかりやすい。これは心を、消すでもいいし、普通に今風に言うと、決めると。ね。そしてこれは家の仕事、家の業と、ね、はい、これは美しい女と、そして暗に示すと、ね、はい、日がぼすと、ぼすにしとか、ね、日が沈むと、で、これは空と虚しいと、両方虚しい。虚しい、虚しい、ね、空虚と、空と虚と、ね、人が作ったりしとこうか、一応、ね、作る、ね、食に、つく、ね、そうすると、断絶。ね、はい、真と、ね、誠と偽と、ね、詳しからずと、ね、詳しくないと、ね、はい、そういうふうにすると、これこういうふうに読むにはどうすればいいの？ということは、まずこれは「攻めると守る」は、これは反対の意味の言葉でしょう。つまり逆の意味を表している2つの言葉を表している。OK。はい。心を決める、下からこういうのあってね。出典ってやつね。はい。下から上に決める心を、つまりこれ、下に決めるの目的語が来てるとかね。下から上にこう上がっていくやつ。ね。はい。動詞が来て、決める。何を、ね。心を。これ、下に「を」が来てる。で、下から上。ね。下に目的語が来てる形。これ、家の行。これ、素直に上から下に。読めるやつは、上の言葉が下の言葉を説明していると。何の仕事、家の仕事、ね、はい、これは上から下に就職、これもそうです。何にもしなくていいのは、これは上から下に就職、はい、就職、はい、これがだから、上から下に、これは上から下だけど、これは主語述語、ね、主語動詞、主語述語の関係、普通の主語述語、これ虚しいと、これは似た意味の言葉と。似た意味だから同じじゃないか、ちょっと変化しようか。これ人が作っただから、これは主語と述語と。何がどうした？はい、これは職に就くにするには、これ逆さまだから、何とかにどう、つく動詞の目的語、職に、何とかに、下から上の、ね、動詞と目的語。はい、立つと立つは似た意味で、はい、正しいと偽と、これは反対と、ね、そしてこういうふうに未来もそうです。未来とか非常口とか不詳と、詳しくないと、わからないと、ね、これは上の言葉は下の言葉を否定していると、否定語と、無理と、ね、それ無理、はい、というふうに、ほとんどこれ漢文のやり方と同じだよね。だって熟語だからね。はい、そうすると別にこうやってね、例とかね、書かなくてもいいけど、こういうふうに読んでみると分かるんじゃないでしょうか。というわけでした。はい。